レシが試合を観戦、レンジャーズ3にドジャース。日時間13日、ロサンゼルスドジャースは12日、日時間13日、4どころ地ドジャースタジアムでレンジャーズと対戦。スタンドにはレジェンド OB の姿もあり、中継で見たファンは懐かしの顔に、普通に観客席にいて笑ったと注目している。バックネット裏に座っていたのは両球団の OB であるエドリアン・ベルトレ氏だった。ドミニカ共和国出身選手として初の3000安打を達成。ドジャース時代の2004年には48塁打でタイトルを獲得。その後マリナーズではイチロー氏らとプレーし、その後レッドソックス、レンジャーズでプレーを続け、通算477塁打を記録した。試合中には大物代理人のスコット・ボラス氏と談笑する場面も見られた。他の客席には同じく両チームの OB であるマイケル・ヤング氏の姿もあった。レジェンド選手だけに覚えているファンも多いようで、 X、旧、Twitter ではベルトレ懐かしい W、 観客席にはベルトレの顔が、3000打ってるが特筆すべきは断然その守備だった。どんなゴロも必ず止まって右足軸で送球した。私は彼の守備が大好きだった。普通に観客席にベルトレいて笑ったと注目する声もあった。フルカウント編集部。